達国は、四季や、感情の朝鮮伝によれば、英子朝鮮の時代に、現在の朝鮮半島の南部にあったという国である。しかし、口実のように、これは、写本のミスによって生まれた作語で、そもそも実在しなかったという説もある。記録は少なく、その詳細はほとんどわからない。民族系統は不明であり、軍称の国々の総称なのか一国の名なのかも、わからない。 三国史によると三冠の新冠の前身にあたる国であると見える。しかし極めて資料に乏しい。英史朝鮮の滅亡とほぼ同時代資料といえる四季の朝鮮伝の中で新版方が多州国として書かれたのが書出である。この部分は半本によっては新版方がたたつ国になっている。約200年後の漢書ではこの部分を新版達つ国と書いているが、 単なる誤射なのか、感情が新しい情報に基づいて訂正したのかが論争となる。またこれらの書類から類推して、新版四国が原型だったと想像することも、論理上は可能である。原型がどうであったかによって解釈も、一家のように分かれる。実在説を唱える者には、史実眼、今西流、利平、等、現在の韓国の学会などがある。ミシナ・アキヒでは、 式の新版方々衆国が本来の文面だったとしている。新版達国と誤射した感情に達国があったという観念があるふして三世紀の儀略や三国志の達国説につながった。つまり錯誤から生まれたものであり、達国という実態は歴史上存在しなかったとした。ありがとうございます。